こんにちは、花クラブの宮川です。前回の動画でお知らせした花辞典シリーズのスタートです。第1回目は裏表ありのリボンで結ぶ蝶結びです。では早速ご覧ください。表裏ありのリボンを使ってみます。こう最初にバッテンをするときに左側が上に乗ります。で、上に乗ったのを下から入れますね。で、キュッと結びます。結んだ時に右が上で裏になってます。左が下で表になってます。で、左側の方をループを作ります。縦に上げてきて、2周目をこの中に入れます。調節しながら自分のいいサイズにしてみてください。両方のループの後ろ側を引っ張ると、グッと引っ張ると閉じる、反対側引っ張るとズルズルって伸びていく状態です。もうちょっとこう大きくしたかったら、こちら表側の方、上側の方を引っ張ってもらうとループが大きくなってきます。で、そうすると、どの面も表が出てくるリボンになってくれます。で、キュッと引っ張ってこうリボン立ち上がってる方が可愛いですね。で、タレのことストリーマーと言いますが、切り方はいくつかあるので、まあ、ご自分の好きなようにカットしてもらったら OK です。まあ、ただし外が長い場合は外を長く、内が長い場合は内を長く、ギザにした場合は両方ギザギザっていう形で揃えてあげるのが必須です。もう一つの結び方です。左側のリボンを上から乗せて結びます。右が上で裏、左が下で表、ここまではさっきと同じです。左のループを小さめに作ります。右のループは2倍ぐらいの長さにして小ループと結びます。右のストリーマが引っかかっている状態なので外します。ねじれを直し表を出します。ループに親指を入れて輪の後ろ側をキュッと引っ張り絞ります。完成です。